今週も全日本プロレスの魅力をたっぷりとお届けしてまいります。今週お届けする試合は2009年三冠ヘビー級選手権試合から高山城選手対諏訪間選手の一戦です。先週はですね、鈴木稔選手との激闘、こちらご覧いただいたと思いますが、今週はその続き、諏訪間選手との試合をお届けいたします。はい、高山城選手、1966年生まれのスーパーヘビー級選手ですね。2009年3月、グレートムタ選手から三冠ヘビー級王座を奪取し、5月には鈴木稔選手との対戦に勝利、防衛をすることとなりました。対する諏訪間選手、1976年生まれ、現三冠王ですね。2004年、全日本プロレスへ入団し、2008年のチャンピオンカーニバルは、棚橋弘選手を破って初の優勝を成し遂げました。そしてその後、時の王者であった佐々木健介選手から、三冠ヘビー級王者を奪取することになります。これがですね、デビュー最短での三冠ヘビー級獲得記録となっております。2008年は諏訪間の時代だというふうになるはずでした、はずでしたが、半年後9月、対戦相手となったグレートムタ選手に不覚を取り、三冠ヘビー級王座から陥落してしまいました。この時敗れたグレートムタ選手に勝った相手がまさに高山城選手という流れになっております。この時のことをですね、ずっと悔やんでるわけです、諏訪間選手は。自分のやりたいことをできなかったと。王者としての理想像というものを叶えられなかった。王者として三冠ヘビー級という重圧に耐えきれなかった自分がいたんじゃないかということをずっと苦悩していました。そしてこの2009年のチャンピオンカーニバルでも不覚を取り、決勝にも残れず、鈴木稔選手に優勝を明け渡したわけです。そして蓋を開けてみると、あの鈴木稔選手がチャンピオンカーニバルっていうのは三冠の予選会じゃないんだと、三冠には挑戦しないとまで言い出したわけです。ここまでこけ脅しにされた全日本プロレス所属の諏訪間選手、なんとしてでも挑戦権を取りたいということで挑んだはずの6人タッグでしたが、まさかの、敗退と。鈴木稔選手の勝利により鈴木稔選手が挑戦を表明することになってしまいました。そこでさらに奮起した諏訪間選手、この後の煽り V にもありますが、肉体改造への取り組み、高山城選手への挑戦を勝ち取ることになります。そしてですね、今回この試合に対してリクエストいただいたコメントが非常に印象的でしたので、こちらをご紹介させていただきます。武藤選手の25周年記念大会ということで、三冠がセミに落とされたという屈辱をとてつもない試合でぶっ壊してくれたと、その爽快感がたまらないからですねというコメントをいただいております。ということで、メインがですね、武藤船木組対長野鈴木稔ということで、この、武藤長野というところにメインをこう明け渡す形になってしまったわけですね。この三冠ヘビー級というものがですよ、セミに落とされたという屈辱を抱えた2人が、まさにこの決闘という部にふさわしい試合を繰り広げます。ぜひご注目ください。三冠ヘビー級選手権試合、 3.14 両国大会で王者グレートムタを撃破、プロレス界の至宝三冠ヘビー級王座を手に入れ、史上初のリアルグランドスラムを達成したグレン対高山義弘。この結果、三冠、世界タッグ、アジアタッグと全日本に存在するベルト10本中9本を獲得。全日本マット完全制覇にまた一歩近づいたグレン対。この現状を打破するために、小島聡と諏訪間が三冠挑戦を要求。 4.29 後楽園でグレン対に挑んだものの、お互い譲り合う気持ちはなく、チームワークもバラバラで自滅。その隙をついたチャンピオンカーニバル覇者鈴木稔にまんまと挑戦権を奪われてしまった。迎えた 5.30 名古屋大会、グレン対同士の頂上決戦が行われ、死闘の果て王者高山が初防衛に成功。この戦いを受けてグレン対の絆はより強いものとなった。高山城崎。一方その頃、挑戦権争いに敗れ、さらなる進化の必要性を感じた諏訪間は、まず肉体改造に着手。厳しいトレーニングが功を奏し、筋肉の密度が飛躍的に向上した。そして 6.21 後楽園、時が動き出す。この日高山と激突した諏訪間は、高山のお株を奪うジャーマンスープレックスホールドで完璧なスリーカウント。
さらに 7.5 金沢大会では高山を豪快に投げ捨て KO、 力ずくで挑戦権を勝ち取った。しかしこれで王者の心に火がついた。 7.26 後楽園、高山は津山の攻撃を全て受け止め、ことごとく倍返し。三冠戦決定後初めて相まみえた2人の戦いは王者完勝で幕を閉じた。スワマを裏切れ、息なんか今日星呼びだ、うん、俺は本気ならあんなもんだ、うん、あいつは何がある、あいつは何にもねえよ、ただのクソギだ、両部楽しみにしてた。おめえ一番やられたくないことをやってやるからな、覚悟しとけ。重いわ、一発一発重いわ、助けんな、今諦めねえよ、ああ金はボロボロになるな、絶対羽ばたけスワマー、どうだ、抑えて。昨年4月、当時の王者佐々木健介に勝利し、デビューからわずか4年弱で三冠王者になったスワマー。すげえ、なんかなんだろう、なんかのしかかってくるね。地方三冠の重みに押しつぶされたスワマーは必死にもがくうち次第に失速。本来の自分を見失い、わずか5ヶ月で王座から陥落した。チャンピオンやってから何をするかっていうのがはっきりしてなかったっていうのがあるんで、今回絶対取って、そっからですよ俺のチャレンジっていうのは、やっぱ体もね、チャンピオンらしい体じゃなきゃいけないし、リング降りた時もチャンピオンでいなきゃいけない、そういうところを俺はみんなに見せていきたい。苦悩の時代から1年、苦しんだからこそ進化した自分がいる。強大なる王者帝王高山を超え、今スワマが真の三冠王者を目指す。三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン高山義弘 VS チャレンジャースワマ。昨年の真夏、この両国ではチャンピオンでした。今年は一転してチャレンジャー、いかに伝統を守るのが難しいか、その重みに押しつぶされました。今日ベルトを取って新しいチャンピオン像をファンに伝える、そう語ったスワマ。本体にベルトを取り戻す、それができるのがこの俺、再び頂点へ、チャレンジャースワマ。俺に絶対に逆らえないようにしてやる。俺の前に立つやつは叩き潰すのみ。グレートムハを潰しました。レイユー鈴木稔も乱しました。俺の前に立つ奴は踏み潰してでも前へ。多くのリングを渡り歩いた経験がこの男を大きくしました。スワマ君、せいぜい頑張りたまえ。俺は三冠王者、俺が頂点、三冠ヘビー級チャンピオン高山義弘。さあ今戦いのゴングが鳴りました。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、左チャンピオン高山、右チャレンジャーのスワマ。まず藤さん、はい、両者のこの肌のツヤ、そして表情をご覧になりましてどうですか。まあスワマはちょっと気合い入りすぎるほど入ってますね。お、チャンピオンは落ち着いてますよね。あ、気負いにならなければいいですよね、スワマはね。あの三冠のベルトはね、はい、やっぱ気持ちがもちろん大事なんですけどね、はい、
それだけで取れないというのはね、前回で多分分かってると思うんですよね。そうですね、ましてやこの高山はちょっと巨大すぎますね。190センチを優に超えております高山義弘、体重も125キロ、スワマも大きいんですが、それ以上に大きいチャンピオンの高山、さあ腕を取ります、ハンマーロックに固めていく。さて長野さん、はい、この2人のですね、前哨戦はいろんな攻防がありました。一、シリーズ前はスワマ有利かなと、はい、しかし全シリーズは、あ、このシリーズですね、はい、チャンピオン有利かなと。そうですね、あのエベレストジャーマンもね、はい、決められましたしね、まあ、あの言えるのはね、はい、王者にじっくり来られちゃうとちょっとスワマ辛いかなという気もしますよね。あ、そうですか。あのお互いに、まあ、はい、スワマがぶっ壊すファイトだったら、はい、高山もノーフィアのぶっ壊すファイトなんで、はい、じっくり来られると体大きい方が有利じゃないですか。なるほど。いかに動かしてかく乱するかっていうところがスワマの勝機になるのかなと。まして体もね、はい、肉体改造しましたし。そうですね、それぞれこのさあそのあたりがどうまた見られるでしょうか。互いに半身の状態だ。昇進の高山バックを取る。さあいきなりのジャーマンか。このジャーマンに対しましてはかなり須山も警戒をしております。あのジャーマンがやばいね、そう話しておりました。さあここでまずはフォールの体勢に入ります。しかしまたニュートラルな状態です。アンクルホールドによる土台崩しという話もですね、スワマしていたんですが、そのあたりは長野さんどうですか。はい、そうですね、まあ、あの高山キックも得意ですしね、はい、足が生命線ですからね、強いんですよね、足がね、脚力あるんですよ ね、 そ、 うですね、そこを攻め切れるかどうかですよね。はい、ヤフさん、はい、なかなかこの高山の牙城を崩すのは難しいですね。まあ、もう焦りは禁物ですよね。今の、まあね、序盤戦だけれども、はい、相手高山はさっきね、小沢さんが、言った通りじっくり言ってますからね、まあ、それに合わせるのもまたいいんじゃないですか。お、かなり体も絞ってるしね、須山自身自体結構あのスタミナに自信持ってるんじゃないかと思うんですよね。肉体改造しましたもんね。相手スタミナ勝負やってやろうじゃないかぐらいの気概でね。なるほど、まあ、純粋なスタミナからいったらスタマの方があるでしょうね、これはね。エルボーの試合、これ打撃戦に行くとやっぱり高山が有利ですよね。さあキッチンシンク、さらにサイドヘッドロック絞り込んでいきます。さあここ強引に投げようとする高山、今度はロープに送るか。ロープに送った、帰ってくるところはどうだ。トムの左の肩から当たる。すごい肉のきしむような音がしました。すごい音がする。さすがにヘビー級だ。完全にヘビー級同士の戦い、ものすごい肉弾相打つ戦いとなっています。これをカットして左の肩から当たっていきました。チャンピオンの高山義弘であります。三冠も取り、 IWGP、LWF、GHC、世界タッグ、アジアタッグ、IWGP タッグ、GHC タッグ、スーパーグランドスラムを達成しているこのチャンピオンの高山、上から斧のように振ってまいりました。高山の場合ね、いろんな団体、はい、いろんなリングに上がってるんで、さまざまなレスラーと対戦してるわけですよ。はい、そういう意味では経験値ではちょっとスワマとは比べ物にならないぐらいの経験を持ってますよね。確かにそうですよね。さあ鉄柵にぶつけていく。いや、まず高山だ。いや、今度はどう、フロントスープレックス。今のアフさんどうですか、目の前だったんですけど。そうですね、ただこれ高山投げたんだけど、スワマ自身のその自体のダメージは大丈夫かな。どうでしょうね、今ちょうど我々のすぐ目の前です。かなり低かったですよね。はい、スワマ先に立ち上がりました。カウンターのフロントスープレックスはチャレンジャーのスワマ、ちょっと厳しい表情に変わりました。チャンピオンの高山、さあ首を取ってブレンバスターの体勢か。投げられるか。スワマ押し落としてこらえている。逆に今度は高山が場外に引っこ抜こうとしております。
三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、打ち勝ったのは諏訪間チャレンジャーです。早くやりたくてうずうずしていると試合前話しておりました諏訪間。試合後は俺がリング上に立っているそう話してくれました。ダブルチョップ、その諏訪間のダブルチョップ、差し物高山もちょっと後ずさり、この攻撃はいいですね。すごいです ね、これもね、ランニングラリアット。さあエルバーの打ち合い、今度はパンチ、足をキャッチしてアンクル、アンクルホールド、寝かせてしまえば大きさの差は関係なくなります。さあどうだ、アンクルホールド、アンクルホールド、リングの中央、さあこれはグラウンドに普通さん行こう、あっと逆に逆に取ってきますね、逆にアンクルはチャンピオンだ。まあ元 U インターですからね、はい、こういう攻防はお手の物ですよね。おさのさん、はい、高山がですねやられたくないことをやってやると話していたんですが何でしょうね、そうですね、だもしかしたらもそうかもしれないし、あ今モロ入りましたね、ダメに入りましたね、ギロチンドロップ破壊力がありますよね、一発一発、そうですね、重い攻撃はチャンピオンの高山だ。おおドロップキック、帝王のドロップキックです。いや意外に高山がこの高さからラストライドやったりしてね、はい、あ確かにラストライドも嫌ですよね、やられたらね、多分3メートルぐらいの高さになっちゃいますよね。いや確かにそうですね、そのあたりをもしかすると高山は狙っているのかもしれません。お背中に、そして下からも上からも、ここでギロチンか、危ないですよギロチン、諏訪間大丈夫か、無防備でやった、いや本当のギロチンですよねこれね、これ間に入ってるあのレフリングしてるクロシアもちょっと気をつけないと、光関もこの一戦を見つめております。両国国技館ベルトは本来本体にあるもの、それを取り戻すのが俺、そう話しておりましたチャレンジャーの諏訪間。ちょっと厳しい、さあエルボーは3発放っていく、さあ上げられるか、上からガブるのは高山、ダブルチョップ、これはいいぞ、ランディングネックブリーカードロップ、ポールはどうだ、カウント2、さあ今のランディングネックブリーカーどうですか。いや一つ一つ本当にね大して綺麗じゃないんですよ、しかしね、はい、体で体重乗っけられてやるとね本当にすごい凄まじい威力があるなというのも分かりますね。なるほどね。さあここにくくりつけて大佐野さん何するんでしょうね。いやこれはスライディングしていきますか。ああなるほど、それやったら危ないね、顔面だからね、顔面ですからね、帝王が飛び込む、お膝、あ膝ですね、あれ今首大丈夫かな、首にも衝撃が走ったかもしれません、首がぐにゃっとなりましたね、なりましたもんね今ね、落ちた瞬間でした。さあ諏訪間大ピンチ、やはり帝王は強いのか、あースライディングキック、ちょっと高山隙がないですよね、対する諏訪間ちょっと仕掛けが強引すぎちゃって、あのことごとくカットされる、あるいは読まれてますよね高山ね。そうですね、これスライディングキックというかテイクドロップキックだよね。そうですね、これ前から使ってました、たまにしかやらないんじゃないですかね、この体であのテイクドロップキックやるじゃすごいね、すごい運動神経ですね、はい、さあもう一度高山前に出る、ジャンピング2パットダブルアームスープレックス、人間風車ダブルアームスープレックス抑えます、カウントは2カウントです、カウント2、ちょっと今のところ構成一方ですが膝が怖いですね、おお今度は強烈な蹴り、ミドルキック、もう一度、蹴りも重いですね、いや重いですね、足を取った、どうする、こっからキャプチューノが、キャプチューノ投げに持っていきます、
スワマだからできる技ですね、これね。そうですね、キャッチしてこの巨体をキャプシュート投げつけていきました。いやー、凄まじい威力、それぞれが持ち味を出している三冠ヘビー級選手権試合。さあ今度はスワマの番だ、チャレンジャーの番だ。スワマ前に出ろ、逆に振られる、これをかわした、ダイビングショルダー、ショルダータックルを見せます。今チャンスだな、これな、チャンスですか、ここから流れ変えたいですよね。そうですね、ちょっとこれは攻撃止めない方がいいですね。はい、スワマがチャンスを迎えました。タックルアップ、わー強烈なラリアット。富士さん、この調子でいいですね。そうですね、はい、行ってほしいですね、もうね。さあ、首止めた、厚さ考えずに、スロイダー、スロイダーです。踏んだらすぐ投げに行ける、それがスワマの強さ。カウントは2です、カウント2。高山のセコンドにはドンガイとマサダ、ロープに送った、ボディアタックを見せる、この巨大で飛んだ、カウントは2です、カウントは2カウント。いろんなもの持ってますね、しかしね、左かわして今度は後方にバックドラッグ、押さえてカウントは2カウントです。やっぱ身長ありますからね、落差がありました。危ない、さあバックを取る、ジャーマンを狙うか、これは察知しました、しかし引っこ抜くか、スワマがちょっと危ない、バックを取ったのはスワマ、もちろん帝王も読んでいる、強烈な右、お返し高山、今度はスワマ、絶対に潜らせてやると高山、取ってやるとスワマ、このガキを、このガキと高山、ジジイとスワマ、俺の技を受けてみろと、両足が共に出た、ダブルチョップスワマ、スワマがちょっと勝った、チャンス、肉の弾ける音、再びスロイダーか、スロイダーで投げつける、こう小さくあえて打っていきます。さあ今度はお返しか、お返し、高山お返し、チャンピオンとしての意地でしょうか、膝、カウンターの膝、ダリアット投げ倒したスワマ、これが新しいチャンピオン像を示すんだ、そう話していました、試合前のスワマ。今のカウンターの2は怖いよね、そうですね、容易に入るとやられてしまいます。まあ、正直ね、はい、あの華やかさとか確かにないですけど、はい、やっぱヘビー級の迫力ですね、これね。いや本当ですね、高山が行くか、高山が行く、ビッグブーツ顔面ナックルパート、今度はスワマ、蹴りが待っておりました。あ、ネックブリカが足を取る、ダリアットローリングしてのチョップ、さらにスワマがドラッグキック、さあ、今回に落としたラリアットです。高山と大きな声を上げながらラリアットを打ち込んでいきました、チャレンジャーのスワマ。そうですね、はい、焦っちゃいけないですね、焦っちゃいけない、はい、なるほど、うん、岸さん、ここは追わない方がいいんですね。そうですね、追っちゃうとね、はい、多分高山これ待ってるんじゃないかと思ってね。おお、いいぞ、なんか飛びましたこれ、スワマが飛んで、スーパーヘビー級が飛んだ、慣れ振り構わず、
今のはもう喉に入ったからちょっと高いもん消えたんじゃないですかね。肩口が入りましたよね。はい、さあ今ちょっとスワマは膝気にしたかなっていうのがありますね。さあ中に入れ込む。そうですね。こういう技はリスクありますよね、ヘビー級でやるとね。高山という声、スワマという声、さあスワマがその声に合わせるようにラリアット2発からロープに送った。ロープの反動でラリアット抑えた。どうだ、カウントは2。えらいローウェストンラリアットを放っていきました。さあこっからスワマが何を出していくかですよね。ラストライトを出せるのか、あるいはジャーマンか、ね、えさあもう一度コーナーです。えコーナーにこれは預けるんでしょうか。高山を預けた、強引になんかコーナーに、はい、乗せました。さあこの足を両足をくくりつけるようにしてスワマーここで何をやるんですか ねえ。さあ刺した。さあパンチ放っていく。おさあここから刺した、右を刺す。おお頭から落ちました、頭から落ちた。危ない、危ない。どうだ、カウントはえよく返したの、今大丈夫かな。今頭から落ちましたね。今ちょっとねカメラの角度だとよく分かんなかったんですけど頭からいってますよね。首が大事だ、首がね。あでもここはスワマチャンスですけどね。バックを取る、バックを取ります。危なかった、高山頭から押してしまいました。高山タフ、あーこれをかます。さあバックを取る、ジャバンを狙いたいスワマ。嫌がるチャンピオン。おさあジャバンスープレックスホールド。どうだ、取れたか、カウントはちょっと崩れました、2です。いやこれは今すっごいチャンスですね。さあラストライドが火を吹くのか。ここはおさむさんラストライドですかね。そうですね、何で、まあ、まだいきませんね。本人のこだわりの技になるでしょうか、ね。はい、ボディスラム、まあ、スプラッシュいきますね。スプラッシュですか、タイトルを取った技ですね。ケンスケから取りましたもんね、はい。さあセカンドロープに上がる、今度はトップロープ、平穏がよみがえる。しかし本当高山タフですよね。タフですね。さっきのあの長い式の技で自分の体重でね、高山が取れました。ブレーブスター、これは高いですよね。かなりの落差があったんですが、スワマ立ち上がる、後ろから帝王ジャンピングリーパット、膝もう一度強烈な膝、4発。帝王が5発目強烈。あ、見通し入ったんじゃないかな。あ、そんな感じですね。バック当たって、違いますよこれ。へそで投げた、どうだ、ワーツー。もしかしたらこれがスワマが一番嫌がる技だったかもしれません。このバックドロップは高角度のバックドロップ、ジャンボ2世と言われたスワマ。なるほど、ジャンボ式お返しか、お返し。わーこれもすごいですね、ジャンボのバックドロップ。今高山はちょっとブロックしましたよね、中心落としてね、強引に投げていきましたね。ジャンボのバックドロップがよみがえったか。ここ2009年8月の30日バックドロップ、お互い手数で投げたルーテード式のバックドロップ、スワマチャンスだ。今腕突き上げましたよ、はい。もう一度バックドロップ、バックドロップ、強引ですね。鶴田さん
めてのしか、どうだ、2です。カウントは2だ。まだカウントは2。いやー、スワマもコンディション整えてきましたね。いや本当ですね。ラストライドでしょう。行きますかね。さあ、渾身の力を込めて。しかし、高山上がっている。さあ上がるか、上げられるか。いや、これ上げたらすごいな。リバースで返す。膝。どうだ。投げっぱなしのドラゴンです。これがスープレックス。カバー。どうだ。ツー。今突き刺さりましたよね。しくだもんね、今返したのは。よく返しました。しかし一転してチャンピオン有利。膝立ち上がる。もう一度正面から顔面が捉えた。いやそれでも立つ。三発目押されたツー。本体に取り戻すんだというその思いのみ。ああ危ない。バック当たる。うわ切りますね。振りほどく。うわパンチですよ。もうグルパンチ。もう素手で殴り合ってますよ。パンチだ。右右だ。ノーガード。お貫抜きですよ。おバッティングで連結だった。ワンツー、チェリー。期待が割れた。期待が割れた。バックアップ。ジャーマン。エベレスト、ジャーマン2。すごい。高山強い。高山が、はい、スワマを引き起こしましたよ。認めましたね。今日はタコ社長の25周年らしいけど、お祭りに向かってもう調整さんいなくなったら、あとは勝つだけだ。さて小島がリングに登ります。てめえ何しに来たのこの野郎。そろそろそのベルトを全日本プロレスに、いや俺に返してもらおうか。挑戦表明小島。おめえのもんだとは知らなかったよ。でもな、今は俺のだ。お式は近づけ来い。おい小島がまたいだ。リング中央、さあ始まる。今にも始まろうと、始めてやろうじゃねえかと。次の挑戦者はこの俺だ、よく覚えておけ。さあ小島が挑戦表明をしました。空気読めないやつだ、チャーチャー言ったよな。あいつがスワマンを作るとは思えない。どうですかお客さん。よしよし、今日も聞くことは一切。行くぞ、ノーヒアー。いやーさあ、はい、小島が挑戦表明をしましたけれども、はい、何か高山かわしたようだね。いや、かわした瞬間ちょっと逆に息を取られましたね。でいいタイミングであの喉輪をやられましたよね。そうですね。あれはちょっと小島もびっくりしたでしょうね。いやしかし強いチャンピオンですよね。そう、今日の試合はまたすごい本当に迫力ある試合でしたね。そうですね、はい、
いや、チャンピオンの高山エスト2度目の防衛に成功です。見事な防衛でした。チャンピオン高山の勝ち。そこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。お疲れ様です。スワンマン強かった。はっきり言ってだんだん俺とやることで緻密になってきたけど、あの場外で投げられると思わなかったね。ああいう派手なところが彼の強みだと思う。まあいいんじゃない。あと、まあ、もうちょっと揉まれたら本当に強くなると思う。油断はできない。それに比べてあの試合終わった後出てきたおっぺけ部屋なんだ、ね、小島なんかなんでもない公安公安ってなんでもね、今の全日本のトップを走ってると思い込んでるだけ。だからタイトルマッチを生むんじゃないね。制裁マッチだ。身の程知らず。もしやるとしたら小島聡君が可愛かったら全日本プロレスは俺との対決を避けた方がいい。本当にもう体も自信もギタギタにしてやる。激闘でしたね。本当死闘、決闘、激闘、もうどれも当てはまるかなと思います。あれほど殴り合いで最後決まっていく試合っていうのもまあそうはないですよ。やっぱりあれほどね、大型なレスラーがしのぎを削る、これがやっぱり全日本プロレスなんではないかなというふうに思いますね。もうセミとかね、もう関係ないんですよ。それぐらい引き込まれた試合、もうね、感動でしたね。まあ、それを食ってやろうというこの2人の意気込み、そしてこのベルトにかける思い、そしてまあ目の前の相手に負けたくないというこの素直な気持ちが本当に見られたいい試合だったかなと思います。次週はですね、2004年の試合からお届けいたします。はい、小島聡敗者復活7番勝負第7戦小島聡対ジャマールの試合をお届けいたします。この間生配信とかもさせていただいたんですけども、ジャマール選手の試合を見たいという声がもう本当にお見受けいたしました。個人的にジャマール選手もちろん大好きなんです。何が好きかっていうと、小島聡のラリアットを一番綺麗に受けれるのは僕はジャマールだと思ってるんです。この試合がね、ジャマール選手が一番輝いた試合なんではないかなというふうに思ってこの試合を選出いたしました。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。